ではこの衆院選を取材してきた県政キャップの大島記者に聞きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま今回の結果からどんなことが見えるんでしょうか。そうですね。あのまあどこも激戦でしたので、はい、それぞれ勝敗の要因はいろんな要素があるとは思うんですけども、うん、やはり印象的なのは世代交代だと思います。はい、改めて県内小選挙区の当選者をご覧ください。うん 全体を見ますと自民党が5人立憲民主党が2人無所属1人が当選しましたがこれを年代別に見ますと少し数字が小さいですけれども60代が1人、1> はい、50代が2人そして、最も多いのが40代で5人となりました、うん、このうち公示前と変わったのは地図の西側から8区、3区の6区の3区が,3つの選挙区が変わりました、うん、やはり40代が増えたという印象ですね。はい そうですねあの小選挙区の8人の平均年齢を見てみますと公示、はい、前は55歳ちょうどだったんですけれども、うん、今回の当選者は50.25歳に若返りました現場、うんはい、さんが責任世代と言ってましたけどまさにそういう世代が平均年齢にも表れているということですね。ねそうね、はいまあ、そういう中で、えー、8区で区は えー、大臣経験者の与党のベテランが敗れるという結果になりましたがこのあたりはどう見ますかそうですねハックで敗北した塩谷さんは県内の候補の中でも最年長かつ当選回数も最多でしたハックではあの先ほどの映像の中にもありました通り野党共闘による一騎打ちになった影響などもあるとは思いますけれども、はいまあ、当選した桐ーマーさんが強く主張していたのは世代交代なんですね、うんまあ、構図、結果ともに今回の衆任選の中では象徴的な選挙区だったのではないいかと思います塩谷さん71歳ということですよね。 そしてロックの方では今度は野党のベテランが小選挙区で敗れましたね、はい、渡辺さんは塩谷さんと与野党逆で年代も少し違うんですけれども、はい、まあ地元の有権者からすれば長年ずっと同じ人が議員をやっているという印象はあったのかもしれません、うん、ただ塩谷さんも渡辺さんも比例で復活しこれからも議員を続けます世代交代に加えてコロナ禍で社会全体が変化する中本人たちの口からは今が転換期であり新しい時代に向けて発展させるという言葉も聞かれました。うん まあ、若手ベテランともにどんな政策を行ってくれるのか、しっかり今後、向いていきたいと思います一方で、投票率が過去最低だったというのは、ちょっと残念でしたねそうですね、参院保全との連動や、期日前の前半の投票率が高かっただけに、ま、投票率全体でアップするのではないかという期待する声もあったんですけれども、ま、一部の地域では高くなったんですが、全体には波及しませんでした。うん ある時に話を聞きますと、コロナで政治を身近に感じた人もいれば、何も変わらないと諦めてしまった人もいるのではないか、まあ、関心を高める努力をしなければいけないという声も聞かれました。うんまあ、マスコミ側、我々もいろいろ工夫は必要なのかもしれないですね。はい、今後の注目点というのはどんなところになりますか。はい、あの先ほどまあ度々登場していましたが、今回目立ったのが川勝知事の動きですね。二、うん、つの。 補選と衆院選と2つの国政選挙で野党系の候補に応援したということが、まあ、リニアに関係する水問題ですとか、まあ、県政の運営そのものにどんな影響を与えていくのか、まあ、こういったところも含めて今後も県内の動き,きたいいと思います大島記者に聞きました。